チャトラン、プースケ、覚えていますか？昨年の夏感動を呼んだ映画子猫物語が早くもテレビに登場です。撮影は昭和59年7月にスタートしました。ムツゴロウこと畑正憲さんが15年間抱き続けてきた夢、動物たちだけの映画が動き始めたのです。主人公チャトラン、たくさんの子猫の中から選ばれた茶色の虎猫です。この可愛らしい仕草、動物たちの自然な動き、畑正憲監督の熱意が通じたのでしょうか。チャトランと子犬のプースケが草原で遊ぶシーンはこのようにして撮影されました。スタッフは映画に登場する動物たちと一対一で付き合ってきたのです。動物たちの心を見つめてきたのです。チャトランが川に流されるシーンではこんなハプニングもありました。さあ、子猫チャトランの成長、自由奔放な姿を描いた愛と自然の映画、子猫物語、行くまでお楽しみください。